1号艇の大平義明選手です。大平選手、今節の船足の特徴なんですけども、どの辺の船足がいいですか？そうですね、全体にいいと思います。全体に、はい、巡業の時のこの手応えというのはどうでしょう？ちょっと乗り味だけずれたなって感じがしましたけど、足自体は良かったです、うん、足自体いいけど乗り味がちょっといまいちだったと、はい、じゃあ明日はその辺ということですね。そうです、はいはい、ピット離れについてはどうでしょう？まあ負けることはないと思います、はい、負けることもない、はい、明日は当然1号艇ですからインを取ってということになっていくですよね、はいはい、スタートの景色合ってますか？ちょっとその辺も、まあ、微妙なんですけど、はい、光いきたいです、はい、明日の整備については？そうですね、まあ、ちょっと気象条件変わるかもしれないんで、まあ、多少の、まあ、プロペラのみと思います。プロペラのみということですね、はい、芦屋はこれで3節連続輸出ぐらいになるわけですけども、ファンの方に何か一言メッセージお願いします。はい、しっかり逃げれるよう頑張ります。2号艇の前本康和選手です。前本選手、本節の船足の特徴についてどんな仕上がりでしょうか？まあ、特徴はないんですけどね、まあ、普通ですかね、うん、乗り味についてはどうですか？あんまり良くないですね。良くない、はいはい、まあ、普通で、まあ、乗り味もちょっとあまり良くはないということですね、はい、うん、あとピットマナレ、その辺どうでしょう？普通です、普通、はい、あと明日2号艇ということですけど、コースは、まあ、2コースは考えてますけど、うん、まあ、2コースかということですね、はい、スタートは今節合っていますか？まあ、後半今日あたりいい抜けたんで、うん、まあ、その辺狙って期待する、うん、まあ、順位もいいのいけたということですね、はい、明日の整備は何か？いや、もうプロペラの微調整だけでいこうと思ってます。プロペラの微調整ということですね、はい、ファンの方に最後に一言メッセージお願いします。はい、優勝できるよう頑張ります。3号艇の古澤光則選手です。古澤選手、はい、今節の仕上がりに納得できていますか？はい、文句なしに出てます。文句なし、はいはい、ピット離れどうでしょう？ピット離れは普通ですね。普通、はいはい、うん、明日3号艇ですが、コースはどんな風に考えてますか？はい、3コースから行きたいです。3コース、はい、スロー、ダッシュも、まあ、ダッシュから行きたいですけどね理想はダッシュで、はいはい、まあ、スタートが分からないんで、はい、そこは練習して決めたいと思います、はい、練習してから決めるということですね、はいはい、スタートの見え方どうですか？ちょっとエンジン良すぎるんで届きすぎちゃうので、うん、全速ではまだあんま行けてないです、うん、ちょっと良すぎてちょっと怖いということですね。届きすぎますね、はいはい、明日の整備の予定は？プロペラの回転合わせるだけです、ね、はい、ペラの回転合わせるだけ、はいはい、最後にファンの方にメッセージお願いします。はい、優勝できる頑張ります。応援してください。4号艇の音藤聡選手です。音藤選手、今節の船足についてですけど、大別するなら出足型、伸び型、うーん、バランス型、バランスですかね、はい、うん、現状は、はい、その巡遊の時の船足というのはどんな感じでした？すごくいい状態でいけたと思います、うん、ピット離れその辺どうですか？ピット離れも悪くないと思います。今節のスタートに関してはどんな風に？スタートも、はい、ちょっとダッシュはアジャストしたりはしてるんですけど、まあ、あのいいタイミングで集中していけてます。まあ、大丈夫ということですね。そうですね、はい、明日の整備については何か？特に考えてません、特になし、はいはい、最後にファンの方にメッセージをお願いします。はい、ちょっと準優失敗しちゃったんですけど、あの優勝戦は切り替えて、あの一生懸命頑張りたいと思います。応援お願いします。5号艇の藤田康弘選手です。藤田選手、今節の船足なんですけども、船足に関してまだ気になる部分というのはありますか？僕の中ではもう満足いく仕上がりになってます、うん、まあ、自分向きの足にはなってるっていう。あ、はい、そうですね、はい、うん、乗り味の点は、ですね、ちょっと後半になるとちょっと回ってないんで、そこだけ回転を合わせていきたいと思ってます、うん、しっかり回転を合わせてということですね、はい、ピット離れどうでしょう？
今日ちょっと出たんですけどね、うん、出たり出なかったりなんであんまり、考えてないです。明日は5号艇ですけどコースどうしましょう。まあ枠なりでいいと思ってます、うん、まあ枠なりでいいかなという感じですね、はいはい、スタートは全速で行きますか。そうですね、ダッシュだったら、しっかり行きたいと思ってます、うん、ダッシュなら行けそうということですね、はい、明日の整備の予定はもうプロペラだけです。プロペラだけということですね、はいはい、ファンの方にメッセージをお願いします。はい、全力で一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。6号艇の古川健選手です。古川選手、今節の船足でどの辺の船足が気に入っていますか。もう今バランス型で全体的にいいと思います。バランス取った仕上げということですね、はいはい、乗り味は問題あります。いや問題ないです。問題なし、はいはい、ピットバナレその他はどうでしょう。その辺はたまにいい時あるんですけど、まあ普通ぐらいだと思います。明日は6号艇ですがコースは動くことは考えていますか。いや基本はもう枠なりで。基本は枠なりで、はいはい、スタートは全速でいけていますか。そうですね、まあ、途中確認してそこからはいいスタートいってると思ってます。明日の整備についてはどんなふうに考えてます。そうですね、まあ、今時点でもういい仕上がりにはなってるんですけど、もうちょっとだけちょっと欲出して特徴をつけようかなと思ってます、うんうん、まあ、じゃあもうプロペラぐらいですかね。そうですね、はい、最後にファンの方に一言メッセージをお願いします。はい、枠遠いですけど精一杯走ります。応援お願いします。